天命師京介による天命ショーを始めさせていただきます。今年最後の夜間会館、最後のアトラクションでございます。はい、それでは命一つ一つに喜怒哀楽を表す表情といつ変わるかわからない迫力ある天命ショー、心ゆくまでお楽しみください。Thank you.
踏ん張っていただければと思います。来年に向けての抱負を最後に皆様にですねお願いいたします。はい、そうですね、ひなちゃんが、まあ、活動することも少なくなって、まあ、自分一人に本当になるんだなっていうことも最近改めて考えて、これからじゃあ自分がどのような変面師になっていくのかって考えたときに、こう、まあ、まさか一人になれなんてってこともちょっとあったんですけど、これから孔子廟もそうですけど、まあ、長崎の観光の、まあ、中心にもなっていけるようにと、まあ、僕たちも孔子廟をはじめとして外部でもどんどん活躍していきたいと思います。と、まあ、演技の方では、まあ、毎回同じような、まあ、踊りというか構成だったりっていうよりも、いつも見に来てくださる方、まあ、ここ結構いらっしゃると思うんですけど、その方々にもやっぱり毎回楽しんでいただけるような、これから演技をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。